ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回はアンカーから販売されているコンパクトな充電器、アンカーパワーボート C1 というモデルをご紹介したいと思います。このモデル、出力としては 15W のモデルで、さすがにノートパソコンやタブレットを充電するにはやや力不足なところはありますが、スマホを充電する際などには十分なスペックを持っています。特徴としては本体がコンパクトで、USB 端子については Type-C の端子を1つ搭載しているだけになります。そのため、同時にたくさんの機器を充電するというような使い方には向きませんが、普段カバンに入れて持ち歩き、スマホの充電に使うというような使い方に向いている製品になります。アンカーの製品は品質が高い反面、価格はやや高くなってしまうというところもあるんですが、この製品については価格はとても安くて、現在の Amazon の販売価格で1899円となっています。先ほどもご紹介した通り、本体はとてもコンパクトで、プラグ部分については折りたたんで収納できるようになっていますので、携帯する際もプラグが邪魔になることはありません。欠点としては、やはり USB 端子が1つしか搭載されていないので、たくさんの機器を充電することができなかったり、出力が 15W ですので、タブレットやノートパソコンの充電に使いたいというような用途には向いていません。ただ、プラグも折りたたむことができて、携帯しやすくなっていますので、普段持ち歩くコンパクトな充電器が欲しかったという方にはおすすめの製品となります。ちなみに最近アンカーからは、これと同じようにコンパクトでありながら、チッカガリウムという半導体を搭載した 30W ととても出力の高い充電器も販売しましたが、そちらについては発売直後一瞬で売り切れてしまったため、次回の入荷予定は4月以降になるのではと言われています。この動画の概要欄には、今回ご紹介した 15W タイプのパワーボート C1、そして最後にご紹介したチッカガリウム搭載の充電器、それぞれ販売ページのリンクを貼っておきます。チッカガリウム搭載の高出力モデルについては、現在在庫切れのため購入はできませんが、詳細なスペックなどが知りたいという方は、動画の概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。